い、こんにちは、テイクアールです。今回はですね、こちらの4丁を使いまして、リコイルショックの大きさの違いを実験映像を踏まえて見ていきたいと思います。まずこの4丁を説明しておきますと、ケース C さんのガス風呂、ウエスタンアームズさんのガス風呂、それから東京マルイさんのガス風呂、そしてマルシンの CO2 のガス風呂です。で、まあ、この4丁、どれが一番ですね、リコイルが強いのかっていうと、まあ、それは言うまでもなくこちらなんですけども、じゃあ実際にですね、こちらも強いけども、これと比べてどのぐらい強いのっていう話になった時に、なかなかですね、その口では説明できないリコイルの強さというのがあると思うんですね。で、そこら辺を非常にわかりやすく、ご理解いただくための、機械を作ってみました。機械というほどじゃないんですけども、はい、こちら。これはですね、リコイルの方を測定するために作ったものでして、どういったことをしていくかというと、こちらのですね、軸のついたものに、このような形で、銃を固定します。で、ここにつけて、こちら側からですね、トリガーを押し込んでやると、撃った時にこのような形で、銃が跳ね上がります。で、その跳ね上がる量を見て、どの銃がどれと比べてどのぐらいリコイルが強いのかというのをですね、わかりやすく、見ていこうじゃないかという企画です。もしよかったら最後までご視聴ください。はい、それではまず1丁目、ケース C さんのベレッタ M92、こちらの方からやってみたいと思います。はい、それではちょっとスローで見てみましょう。ここが頂点なので、このメモリが1センチ刻みなので3センチ跳ね上がったことがわかります。はい、それでは次にウエスタンアームズのオフィサーズサイズの1911やってみます。はい、それでは同じくスローで見てみたいと思います。ここから跳ね上がって、ここが頂点ですね。メモリで見ると4センチということで、先ほどのケース C のベレッタに比べて、これはですね、体感的にも強いので、やはりその体感的に強い分、こちらの方が1センチ多く跳ね上がったということかと思います。はい、それでは次に東京マルイさんのデザートイーグル、こちらの方で試してみたいと思います。はい、それでは同じくスローで見ていきます。先ほどのウエスタンアームズの1911よりも、実際の反動は強く感じるのですが、はい、ここが頂点ですね。メモリのないところまで上がってます。これでだいたい6センチ以上ということなので、やはりですね、ウエスタンアームズの、1911よりも反動が強いのかなと思います。はい、それでは最後にマルシンさんの CO2 ガスブローバッグ FN57 でやってみたいと思います。はい、というようなわけで、もう比べるまでもないというぐらいですね、反動が強くて、計測できるというレベルを超えてまして、もう後ろのストッパーに、かかって止まるような感じになりました。はい、というわけで今回はですね、CO2 ガスブローバッグの、強烈なリコイルショックを少しでもわかりやすい映像にしてみたいと思って、このようなことをやってみました。今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。